ちゃっちゃっちゃん。今日は麻婆です。早速やっていきましょう。今回は珍しい場所で戦闘したので動画にしています。サムネにしているかと思いますが、新建設下の電源がある倉庫での戦いです。正式名称はおそらくウェアハウス砲。銃声につられて全員ここに駆け込んできます。私も含めてね。ここに来るまでに結構な銃声がしていたので、絶対複数いると思うんですが、何のアクションもありませんね。とりあえずグレ投げて鎮痛決めます。普段は一番不人気な建物なんですけどね、ここ誰も動かないんで自分から仕掛けてみます。死体の一つぐらいあってもおかしくないんですが、やはりありましたね。今の場所で撃ち合ったと思うので、その周辺をクリアリングしていきます。ここか。うお、死体のフラッシュライトクリーンアクション。予想外でした。ショットガンならではの撃ち方に助けられましたね。こういう高所とか地下、オブジェクトがたくさん配置されているところを見ると、この建物他にも結構入り組んでるので、団体戦とか面白そうですよね。他も寄ってきましたか。実はこの時少なくとも3人以上の足音が聞こえています。ここで複数人戦闘は初めてなので楽しみですが、初動で1人持ってかないとかなりきつそうです。とりあえず、あ、ローソン店員さんかわいそうに、とりあえず待って1人持っていきましょうか。仕留め損なった。まず1人リロード危険かも。挟まれる。武器買えない。しゃがんじゃった。地下通って裏回られた。リロード優先するべきでしたかね。うん、悔しい。次の試合も同じ武器使っていきます。こっち側脇は戦闘しやすいので実は好きです。パーティーにも負けずやっていきましょうか。確認、よし。少し前にここで鉢合わせたことがあったもので警戒しました。それそれそれ、やはりグレネードと青空のマッチが、ついでにもう一個投げとこう。いや、これはまずい気がするじゃん。適当グレネードでやられてしまう畳か。まっこと申し訳ないぜよ。周囲のクリアリングしてきまーしたので、あさっていきまぐ、初心者。取られても苦しくなく、ガチ装備も倒せるショットガンおすすめです。ということで、今回はここまで。ぜひぜひチャンネル登録していってね。高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。